エクスソニー U、エクスソニー U-1 エクスソニー U は、1930年代に、アメリカ海軍向けに、ボートシコルスキー社で開発された、観測用水蒸気である。カーチスソックシーガルを代替する、巡洋艦の艦上から運用される偵察機として、開発された本機は評価試験において、カーチス SO3C よりも優れた性能を発揮したが、ボートシコルスキー社の生産能力の不足から、 量産契約は獲得できなかった。1930年代遅くにアメリカ海軍は偵察と着弾観測の双方の役割に使用できる巡洋艦から運用する新型偵察観測機に関する一連の要求仕様を発行した。副用機のカーチスソックを代替することを意図していた。この要求仕様は折りたたみ翼やソックに勝る航続距離と速度を有し、 レンジャー V-770 直列エンジンを装備、スウェッシュとされていた。海軍の要求仕様に応じて、ボートシコルスキー車とカーチスライト車が、設計案を提示した。車内名称モデル403と呼ばれるボート車の、設計は、米海軍の戦艦に搭載されていたソックの代替機として、当時開発中であった、同車製の OS にユーキングフィッシャーと非常に似ていたが、 モデル403の方は、キングフィッシャーよりも、太陽の主翼取付部が、胴体の高い位置に移されており、単動フロートの取付方法が異なっていた。さらには、OS2U では、星型エンジンを搭載していたが、モデル403では角張ったカウリングを持つ V-770 エンジンとなっていた。フロートを備える、水蒸気としてか通常のオリン式膠着装置を持つ、 陸上機としての双方の運用が可能なように考えられていたエクスソニー U は動力がハフバリであった以外は全金属製であった。格納時には来撃機の TBF アベンジャーと同様に収翼は後方に折りたたむことが可能であった。本機は急降下爆撃機としての能力も有し爆撃任務や対戦戦では領収翼下のハードポイントに 各一発の爆弾か爆雷を喧嘩することが可能であった。固定武装では2丁のブローニング M20 機関銃を装備し、1丁はプロペラ同調装置を使用してプロペラ圏内から発射する前方固定銃、もう1丁は後方防御用に観測隕石の稼働銃座に装備していた。 車輪の膠着装置をつけた状態のエクソニー U-1 シリアルナンバー1440を与えられたエクソニー U-1 は1939年7月に最初は陸上機として初飛行を行い同年12月に水上機としての初飛行を実施した飛行試験では方向安定性不足が判明しこの問題を解決するために フロート後部と機微をつなぐ大型の機体仮面フィンが追加された。エンジンの不具合にも悩まされたが、これは簡単には解決しなかった。レンジャー製エンジンは信頼性に欠けることで知られており、特にオーバーヒート気味の傾向は満足いくほどには解決しなかった。飛行試験の途中で本機に搭載されたオリジナルの XV-770 から4は、 オイルクーラーを移設した XV-770 から6に乾燥されたが、この不具合は続いた。エンジンの不具合にもかかわらず、x 2 u 1は、競合機のカーチス x s 3 c 1よりも全般的に優れていると判断されたが、ボート車の生産能力はすでに OS に、ユーキングフィッシャー偵察機と F4U コルセア、戦闘機の製造で、手いっぱいであった。 この結果、エクスソ 3C が、この協作の勝者となり、量産契約を獲得した。米海軍では、C ガル、A 海軍では、C ミューと命名された、SO3C は、収益後に散々な評判を買うこととなり、代替されるはずであった、副用機のソックよりも早く退役することとなった。実飛行での評価試験が終わると、エク 2U-1 は、 海軍により汎用機と雑務機として使用された後、1942年7月に V-770 エンジンの試験用にレンジャーエンジン車へ貸し出された。この試験は、ベル XP-77 軽戦闘機やエド、高セ水蒸気といった機体用のエンジンの問題潰しのためであったが、相変わらず V-770 は問題を起こしがちで、 二年間試験に使用された後に、エクスソニューは海軍に返還された。それ以上は使用されずに、エクスソニューユー -1 は1944年7月6日に、海軍の軍務から退役させられ、その後廃棄処分となった。出展、OS にユーキング・フィッシャー・インアクション所言性能武装。ありがとうございます。